ステファニー・メアリー・ダリーは、イギリスの古代近等学者である。すでに、オックスフォード大学オリエント研究所の研究員を退職している。バビロンの空中庭園に関する調査や、空中庭園は、センナケリブの知性に、ニネベに建設されたとする提案で有名である。ステファニー・ページは、学生時代、考古学の発掘調査ボランティアとして、ベルラミウム、サイレンセスター、 ビグナー・ローマン・ビラで働いた。1962年、彼女は家族ぐるみの付き合いがあった考古学者デイビッド・オーツに誘われ、彼がイラク北部のニムルドで指揮した考古学発掘調査に参加した。彼女はここで発掘された造元の洗浄、保存の責任者を務めた。1962年から1966年まで彼女はケンブリッジ大学で、 アッシリア学を学び、ロンドン大学の東洋アフリカ研究学院で博士号を取った。1966年から1967年にかけて、ステファニーは英国イラク考古学研究所による特別研究員に選ばれている。彼女はテルアルリマーの発掘調査に非分解読者及び記録員として従事した。テルアルリマーで発掘されたを解読した内容は、 彼女の博士号論文のテーマとなり、また、後に、マリアンド・カラナ、ツー・オールド・バブローニアン・シティーズとして出版され、広く読まれた。彼女は、イラクで、公認技術者、クリストファー・ダリーと出会い、後に彼と結婚し、3人の子供に恵まれた。1979年から2007年にかけて、ダリーは、オックスフォード大学オリエント研究所において、アッカドモとシュメール号を教えた。 1988年、彼女はシリート上級主任研究員に任命される。彼女はまた、サマービルカレッジの名誉上級主任研究員である。他、ウォルフソンカレッジのコモンルームのメンバーであり、ロンドン考古協会の特別研究員でもある。ダリーは、英外界、イラク、シリア、ヨルダン、トルコにおける、考古学発掘調査に参加し続けている。彼女の著作は、 発掘された文書や国立博物館に収められている文書に関する技術的な書籍から一般の読者向けの書籍まで幅広い。また彼女はテレビのドキュメンタリーにも出演している。ダリーは彼女自身の手でバビロニアの主要な神話を翻訳し書籍として出版した。その内容にはアトラハシース、アンズー、イシュタルの降臨、ギルガメシュ、天地創造、エッラと。 イシムが含まれる。これらの話が一冊の本にまとめられたことにより、神話学の概要を学ぶ学生にとって、バビロニア神話の全容を把握することが可能となった。この書籍は大学の講義で広く用いられている。1989年、イラク考古学省は古代ニムルドの宮殿の一軍の墓を発掘した。石棺には二人の女性の遺骨とともに2 6ラム 以上の黄門の品々が収められていた。その埋葬品の大半には文字が刻まれていた。碑文によれば、その女性は紀元前700年頃から王妃であったことようだ。ダリーはサルゴン2世の妻アタリアという名前がヘブライ語起源であることを証明した。彼女王のヤバという名前もまたヘブライ語であったかもしれない。おそらくこの名前は美しいという意味の単語で、 宝石送信具に記されていたアッシリア語のバニトゥも同義である。ステファニー・ダリーは、これらの女性はユダヤ人の王女たちであるとした。一緒に埋葬されているから、おそらくは母と娘であろう。多分、エルサレムのヒゼキア王の親族で、政略結婚のためにアッシリア王の元へと差し出されたのだと、ダリーは結論づけた。 この協定は当時のユダとアッシリアの政治的な関係に新しい光を照らすものである。また、この分析により、旧約聖書において曖昧だった部分について、これまでとは異なる説明が可能となる。エルサレムを包囲するアッシリア軍の指揮官は、おそらくはアッシリア王に近い親族であったと思われるが、彼はエルサレムの人々に対して、こう呼びかける。反逆の意志を捨て、 アッシリア王に従え、と。ラブシャケは、立って、ユダの言葉で大声で呼ばわり、こう言い放った。大王、アッシリアの王の言葉を聞け、彼は、ヘブライ語を話すことができた。なぜなら、彼は、母の膝の上でそれを習ったからである。いくつかの学術論文の中で、ダリーは、ヘブライ語旧約聖書、初期のギリシア上寺史。 千代ヒ世物語に対するメソポタミア文化の影響を考察している。とりわけ彼女は、近東、中東の諸々の文化におけるギルガメ主女獅子の伝わり方について研究した。そして彼女は、千代ヒ世物語の中のテール・オブ・ブールーキアの中にギルガメ主女獅子の痕跡を認めたのである。彼女は、アッカド語の物語とアラビア語の物語を対比し、 テール・オブ・ブールーケアにおけるギルガメシュとエンキルの残像を調べた。彼女はまたユダヤの絵のク書にギルガメシュという名前が登場することにも言及している。古代都市ニヌベの庭園を描写したアッシリアの浮き彫り壁画の写真広範囲にわたり考古学発掘調査が実施されたにもかかわらず、古代世界の七不思議の一つであるバビロンの空中庭園はまだ見つかっていない。 ダリーは18年間の文書研究に基づき、次のように提案している。庭園は、ネブカドネザル地政下のバビロンに建設されたのではなく、2700年、前、アッシリア王戦ナケリーブによって、その首都ニネベに建設されたのだと。彼女は、バビロニアとアッシリアの設計文字を解読し、後世のギリシアローマの文章を再翻訳した上で、 紀元前7世紀の重要な碑文が誤って翻訳されたことを明らかにした。ネブカドネザルの碑文のどれ一つとして庭園に言及しない一方、ダリーはセンナケリブによる文章を発見した。その文章にはセンナケリブが建てた宮殿と宮殿に隣接し、彼がすべての人々にとって素晴らしいものと呼ぶ庭園のことが記されていた。アルキメデスよりもるか前のこの時代に、 新しい製度鋳造方法を用いて、ウォータースクリューが作られたことについても、これらの文書に記述されている。80km のナダから水を運ぶために、運河や水路が広範囲に引かれ、この水路からた日中、ウォータースクリューにより水が上部へ運ばれ続けた。ニネベで出土し、現在は大英博物館に収められている浅浮彫りには、 高所にあるテラスの上に並ぶ宮殿と樹木が描かれている。ダディはこれらについても自分の説を補強する論拠とした。彼女の研究は後のギリシア人の著述家たちの記述を立証している。それによれば実際には池の周りに円形劇場のようにテラスを築き上げて庭園が作られた。彼女はバビロンの空中庭園の謎、世界の不思議の謎を追う。 という著書の中でこれらの結論をまとめ、2013年に出版した。ダディは新たに発見された約470の設計文字、古文書の解読に取り組み、これらの文書は南メソポタミアの王国に属する文書であると推測した。この国は紀元前15世紀に繁栄し、以前は単ーンに海の国としてしか知られていなかったものであり、これは現代における 歴史情報の空白を埋める重要な発見である。彼女がこれらの文書の分析を進めたことにより、他の博物館に収蔵されている粘土版についても、海の国由来のものを特定することが可能となった。ありがとうございます。